ヘルミスは、ベルギーのワロン地域に属するリエージュ州にある、人口約1万人の基礎自治体。ドイツ語共同体に属する9つの自治体のうちの一つである。州とリエージュの約 35km 東に位置し、リエージュとドイツのアーヘンを結ぶ、幹線道路への3号線沿いにある町である。ドイツ・オランダとの国境に接しており、最も近くにある、 大都市は5キロメートル北東にあるアーヘンである。モレネ歴史も参照中立モレネ。集落はアルテンベルクと記されている。ケルミスの中心地区は、もともとはモレネの町の一部で、ケルミスの丘と呼ばれる一帯であった。ここには、古い山、すなわち、フランス語でビエーユ・モンターニュ、ドイツ語でアルテンベルクと呼ばれるアエンの鉱山があり、それに付随する集落があった。 ナポレオン戦争後のウィーン会議において、オランダ王国とプロイセンは、アエン鉱山の領有権をめぐり、モレネ一帯の領有権について対立した。1816年に締結されたアーヘン協定でも、レネ地域は3つに分割され、モレネの町を含む、西側区域はオランダ領、東側区域はプロイセン領となり、両者の中間にあって、鉱山を要する。 ケルミスの丘一帯の3.5平方キロメートルは改めて協定が結ばれるまで両国の共同統治領とすることになった。こうして中立モレネが発足し、この町はその首都となった。共同統治の当事者は1820年にベルギーがオランダから独立したことによってベルギーに移った。 一時的な中立地帯として設置された中立モレネは1816年から1919 19年にかけての約100年間にわたって存続した。第一次世界大戦中にはドイツに占領されたが、戦後のベルサイユ条約によって中立モレネはベルギー領とされ、1920年ベルギーに正式に編入された。1920年以後のモレネは、 ドイツからベルギーに編入されたエウペンやマルメディと同じような歴史を歩んでいる。第二次世界大戦時にはドイツによる再占領を受け、1944年にベルギーへ復帰した。1973年、ドイツ語共同体が編成されると、その構成体の一つとなった。1977年に行われた自治体等配合により、ケルミスは隣接する。 自治体であるノイ・モーレスネットとヘルゲンラートを編入した。19世紀にはドイツ語の方言である定置、ディーツ語が話されていた。ケルミスは現在ドイツ語とフランス語の両言語が使われている。ドイツ語共同体に属する9つの自治体のうちの1つである。基礎自治体としてのケルミスは中心地区のケルミスも含め3つの地区からなっている。 1816年のアーヘン協定で中立モレネとなった地区。1816年のアーヘン協定でプロイセン領となったモレネの一部で、かつてはプロイセンのモレネプロイシッシュモーレスネットと称した。第一次大戦後ベルギー領に編入され、地名も新モレネを意味するノイモーレスネットに変更された。ウィーン会議の結果プロイセン領となった村で、 第一次世界大戦後ベルギーに編入された。ありがとうございます。